杉本宗春院天保7年8月8日は、江戸時代後期の幕府医官。字は死刑、縄世、高志、良、郷は、大知縁、通称は幸太郎、中恩、中恩。幕府医学官交渉派を代表する次位。幕府医官、宮村久氏受生の子息として生まれ、同じ医官、杉本良優の養子となる。天命元年家を継ぎ、杉本氏、第六代となる。 完成六年五番医師、同九年二師のマルジニトル医し、同十年天下を許され、内科となる。文化五年方言となり、本庄寺医となった。文政十三年法院に上り宗春院とこうした。医学館総裁多機元館の没後、代わって医学館を主導した。当時の代表的儒者である、佐藤一斎とは親友であった。天保七年没し、柳和臨寺に葬る。 怖い絵を継いだ、ただ春ほか、幕府樹幹な島市直の養子となった成吉典、な島よし同じく幕府遺憾の養子となった、湯佐久康、長尾明庵がある。また、遺族の三女は、佐藤一斉の死死、立県にとついでいる。8月7日没とある。佐藤一斉全集第13巻原歴史上名徳、出版社、P88 蘭学の家桂川の人々第2巻。 P373, ありがとうございます。